商店。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあよかったらお名前どうぞ。ゆりが丘家族総ホールの増井でございます。はい、というわけで今回はこちらの葬儀業、はい、はい、場所を紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、こちらは場所はどこでしょう。ですね、麻生区の、川崎市麻生区の高石というところ、ゆりが丘という駅の駅前になります。はい、じゃあ、 あのもう小田急線のすぐですね。そうですね、もう、はい、ホームから見える距離です。なるほど。はい、はい、で目の前も世田谷通りという大通りですね。そうですね、三軒茶屋からずっと来てる道なんですけど、はい、それにつながっておりまして、その目の前です。なるほど。はい、ロードサイドになります。じゃあいろいろ紹介してみたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ではいろいろ中紹介してみたいと思います。はい、はい、ではどうぞ。はい、はい、ではこれ葬儀業とかですよね。はい、はい、まあ言ったらお葬式をする場所。そうです ね、 ね、はい、ですね。だから亡くなった方がこう集まってお通夜したりとか。そうですね、そういう会館ですね。はい、でこちらから火葬場の方に移動していただくっていうところのお葬式をする場所です。なるほど。はい、これはここできてからどれぐらいになるんですか。弊社で運営するようになってからは1年なんですが、はい、まあ、かなり昔からですね、この地域には親しまれている葬儀会館ということになります。あ、そうなんですね。はい、じゃあ昔からあります。馴染みはあるんですね。そうですね、皆さんよくご存知だと思います。なるほど。はい、はい、でこちらじゃあ早速中の方をちょっと紹介してみたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、で、もういきなり入ってすぐ式場なんですけれども、はい、まあそうですね、お足の悪い方もいらっしゃると思いますので、まあ、非常に近いっていうのはいいことかなと思います。はい、で、こちら前は祭壇になりまして、で、こちらが、お寺様の道具という形でこちらでお焼香していただくということになります。なるほど。で、今家族葬という、まあ、弊社の会館の名前も家族葬ホールなんですけど、はい、家族の方と、ご近親者の方ですねの、お葬式というのが大体一般的でございまして、はい、まあ、そういった意味では大体30名様以下のお葬式というのが一般的でございます。うん、でこちら今ソーシャルディスタンスを確保するためにこう間を空けた席にしておりますが、まあ、敷き詰めると大体30席ぐらい、敷けるようになっておりまして、まあ、実際には30名様参列することは今はコロナ禍でないんですけれども、このような形で非常に現代のニーズに合った大きさになっております。なるほど。はい、すいません、根本的な質問ですけど、はい、家族葬っていうのが今もう一般的な感じなんですか。そうですね、家族葬の方が非常に多いですね。近親者の方がですね、中心になった温かいゆっくりしたお別れっていう形ですね。まあ、こじんまりとしたお葬式っていうのが家族葬っていうものなんですか。ですね、まあ、ご家族とか近親の方々でお送りするっていうイメージで、うん、まあ、その方々が50人100人いらっしゃる方も中にはいらっしゃるの で、 そうです、ね、はい、ご遺族ご親族ですね。 なるほど。なのでそれで一概にこう規模をなかなか決めないかなとは思います。でもその家族葬の反対の言葉ってあるんですか。そうですね、まあ、家族葬って言葉ができたので、うん、まあ、普通のお葬式を一般葬と、うん、読んでいる、まあ、ホームページとかそういったところも多いですね。なるほど。はい、なんか一般的なお葬式も、はい、まだまだ普通ですけれども、うん、家族葬が増えてきましたというところですね。なるほど。はい、はい、分かりました。はい、ではちょっと後方の方、そうですね、いろんな施設を中を紹介してください。はい、他にもでこちらがですね、宗教者のお部屋、はい、待機所になります。なるほど。で宗教者の方お葬式、宗教者が来るっていうのがですね、お葬式は大体その宗教儀礼というのが一般的です。はい、まあ、仏式のお葬式、仏教のお葬式が一番多いんですけれども、で当然神道ですね、はい、ですとかキリスト教のお葬式も承っております。なるほど。信仰宗教の方も使っていただいておりまして、はい、その時の宗教者の方、まあ、中心的な方ですね、うん、その方々に使っていただくお部屋ということで、はい、お待ち合い所も管理してますよということになります。はい、はい、で、まあ、こちらが受付ということになるんですけれども、はい、今コロナでですね、うん、まあ、対面式のですね、そうですね、受付ってなかなか状況的にですね、はい、厳しいものがありますので、こういったものを設置して、はい、でまあ、距離もできるだけ確保して、ね、まあ、検温していただいたり、はい、アルコール消毒していただいたりという準備もさせていただいて、
まあ、コロナ対策もしっかり行っておりまして、はい、それですので、まあ、椅子も離した状態で対応していただいております、はい。でまあ、あのロードサイドで、まああのそうですね、ちょっと音がうるさいかなと思いますので、あ、まあ、こちらロビーもしっかり作ってあってですね、そうですね、ですね、そういった形で行っておりますが、はい、ですね、この地域はですね、はい、川崎の、北部菜園というところが一番最寄りの火葬場になりますが、はい、現代ですね、まあ、都市部、まあ、川崎市は、まあ、人口が多くてですね、うん、川崎北部菜園というのは津田山駅というところ、南部線の津田山駅というところの近くにあるんですけれども、はい、そちらの火葬場は昔からあるのでですね、昔ながらの火葬場で、はい、やはりあのですね、なかなかこう対応があのスムーズにいかないのか、うん、どうしても日程を待つという傾向にだんだん近年なってまいりまして、はい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 、でそういったことになりますと、お葬式の日取りが、まあ、伸びると、うん、まあ、5日から1週間とか伸びるということが、はい、起きております、うん、でそうするとですね、大体亡くなられて、まあ、病院で亡くなられる方が多いと思うんですが、はい、ご自宅にお帰りになってっていう形でもう1週間ご自宅にいるっていうのは大変ご負担になります、うん、ですので、葬儀会館で、お預かりする、大切な方をお預かりするという傾向にございまして、はい、でそちらの方をですね、私たちはあのしっかりした設備で、はい、毎日ご対面いただいて、毎日ですね、お会いすることのできるような体制で、24時間行っているというようなことになっております、はい、まあ、お会いいただく時間は、まあ、昼間の時間なんですけれども、うん、受付は24時間受けているというようなことで、そういったことは万全にやってますよっていうことを一応ご紹介しておきます。はい、わかりました。はい、では続きましてですね、はい、まあ、お通夜ですね、はい、通常お通夜というのは、うん、夜通しと書きます、はい、で、かつてはその一晩、ですね、今は死亡診断書という書類が出て、つまりあのお医者さんが確認していただいて亡くなったという確認ができるんですけれども、うん、はい、亡くなったという確認ができるんですが、昔はできなかったものですから、そうしますと、まあ、お通夜、そうですね、朝まで皆さんで寝ずに晩をして、うん、はい、で朝、まあ、起きてこないので、うん、亡くなられてるんではないかということで火葬場に連れていくという風習から、はあ、お通夜というものがあったんですね。そうなんですね。はい、でそれをそのまま現代でも、はい、まあ、一般的にはお通夜を行って、うん、最後のお別れを、夜のお別れをしていただくという形で、そちらの方で家族で、まあ、仮眠をしていただく、はい、まあ、寝ずに晩をしていただくんですが、はい、あのどうしても次の日お葬式になりますと、うん、非常にあのなんて言うんでしょうね、一日中また、ご負担にもなりますし、うん、残れな方も多いですので、そういったこともありまして、まあ、ご自宅のようにゆっくりしていただけるように、はい、お部屋をご準備してございます、はい、外から見ると小さなあの会館なんですけれども、控え室の方は、こちら和室でまずゆっくりしていただけるように、はい、まあ、今のような形を取らせていただきますね、台所もキッチンも、はい、ございます。なるほど。で、であとお風呂も綺麗ですね、はいはい、完備してあります、まあ、大変ご好評を得ておりまして、まあ、ゆっくりしていただけるように工夫を施してあります、はい、今お通夜のお話をさせていただきましたが、はい、こちらが、まあ、お通夜の時のお食事の会場ということになります。あ、はいはい、でこちらで、まあ、お食事召し上がっていただいて、はい、まあ、一晩あの先ほどのお部屋でゆっくりお休みいただきながら、うん、最後のまあ、あのひとときを過ごしていただくという、まあ、工夫を施しているのが、まあ、2回ということになります。はい、でそもそもお葬式はあのおそらくあの内容は様々だとは思うんですけれども、うん、はい、やはりご家族でお集まりいただく、うん、まあ、数少ない機会だとは思います、うん、はい、ですので、その数少ない機会をゆっくり、できるだけ長時間ご一緒にいただくためにいろいろ工夫を施したのが、まあ、百合ヶ丘家族葬ホールという名前を付けさせていただいたゆえんでございます。なるほど。家族葬に限ったことではないんですけれども、うん、
まあ、家族が親族が一族があのこれから、連綿と続いていく中でですね、一番中心的な方、一番年長の方が亡くなるっていうのが一般的でございますので、うん、その方々が支えていたその一族が、新しい一族、その一番中心的な方が亡くなった状態でその家族がまた家族として歩んでいただくっていうことをやる最初の日がお葬式だと思うんですね、うん、でそのお葬式を、ゆっくりその家族が同じ空間で時間を過ごしていただくことで、少しスムーズに進むのかなと思っております。なるほど。で、まあ、ここの会館があの弊社の自社会館ということになりますけれども、はい、こちらの会館以外のところでも弊社の方はお手伝いをさせていただいてます、はい、ちなみにそれはどれになるんですか。はい、そうですね、お寺様ですとか、うん、火葬場に併設されている公営なところとかですね、はい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 、ご自宅でも行いますし、うん、いろんな地域の、提携している葬儀会館というのもございます、はい、で、場所としましては、うん、南関東ですね、はい、東京、はい、もちろん東京、神奈川はもちろんですけれども、はい、あと東京ですね、うん、であと千葉、はい、埼玉ですね、あと群馬にも、サービスを提供させていただいております。広いんですね、はい、広域なんですね。広域でやらせていただいております、はい、事前にこういった形のお葬式をしたいとかこういった形にはどうなのかとか今そのコロナ禍の中でお葬式ってどうなのかとか、うん、事前にご相談いただく方が最近増えております。なるほど。ですので、事前にご準備するっていうのはどういうことかっていうと基本的に実際取り行う方々はご家族が皆さん同居してた時代にはみんなで協力して近所の方と協力してということになりますけれども、うん、はい、やはりお一人お二人の方が準備するとなると、まあ、早めに準備していただくというのがよろしいかと思いますので、はい、そういったこともお勧めしてございます。はい、分かりました。じゃあ今までそのいろんなお葬式を見てこられたと思いますけど、なんか印象深いお葬式とかがあればちょっとお話ししていただければと思うんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、たくさん各ご家庭ごとにお葬式は違いますんで全て印象的ではあるんですけれども一番最近でいいお葬式だなと感じたと言ったらあれなんですけれども素敵な、会になったなと思ったのが、基本的にそのお寺様を、呼ぶか呼ばないかみたいな相談がよくあるんですけれども、はい、まあ、昔その江戸時代に示談制度というのがあって、うん、でその関係でお墓がお寺にあることが多いですから、うん、お墓の、あるお寺様には、檀家制度の中で檀家というものになっているので、はい、そちらにご納骨するためにお寺様をお呼びするみたいなことが、まあ、ある程度ずっと続いているんですね、うん、で、そういったご事情のないご家庭もたくさんあって、うん、そういう方々は、まあ、そうですね、宗教者の方をお呼びにならないっていう場合もあって、うん、でその場合その宗教者の方をお呼びにならないということは、そのお葬式の間ですね、うん、何かこうプログラムが必要になります、はい、でまあ、一般的にはその例えば葬儀屋さんからご提案するのは音楽奏といって、うん、まあ、弦楽四重奏を入れるとか、はいはいはい、まあ、オーケストラまで入れる方はいらっしゃらないですけど、うん、中にはいらっしゃると思います、はい、でそういった音楽奏ですとか映像をですね、うん、思い出の追悼ビデオをこう流すとか、うん、そういったことをされる方とかもっと言えば、弔辞ですとかいわゆる芸能人の方なんかが行っているお別れ会のようなものを行う方もたくさんいらっしゃいます、はい、うん、なんですけれどもやっぱりある程度こう趣味とか、うん、こういったことがこういった何かこう特徴的なお母さんおばあさん、うん、おじいさんの特徴的な個人様の特徴を出したお葬式にするっていうことの時に、うん、何かそうい う, こう趣味趣向みたいなものはあまりないっていう場合もあると思うんですよね、うん、そうだと思うんです。そういう方も多いと思うんですよね、はい、で、まあ、とある女性の方が亡くなられて、うん、で、まあ、非常に大往生で90、うん、後半でですね、うん、お亡くなりになられたんですけれども、ご自宅にちょっとお帰りになれないご事情があって、はい、弊社で個人様をお預かりしまして、はい、でその時に、20名様ぐらいが一緒に、うん、
立ち会われたんですね、はい、通常本当にお近い方だけなんですけれども、うん、皆さんがまあ見取られたということで、うん、皆さんご参集いただいたと、うん、でそれで打ち合わせもその方々としたんですけれども、はい、まあ、お聞きしたところその人たちだけが参列するというお葬式であるということだったんですが、なかなかそういうケースはレアでですね、うん、皆さんがその打ち合わせした人が皆さん来るっていうことになったもんですから、うん、まあ、どういったお葬式にしましょうかというお話をさせていただいたところ、どうしたらいいかなと、うん、そもそもこう葬式ってどういうふうにしたらいいのかなって、まあ、皆さんそう思われると思うので、うん、それでいろいろお話を伺ってたところ、どうやらこうその女性はですね、とても家族から人気のある方だったようで、うん、まあ、非常にこうやしゃごまでみんながこう大好きな、うん、女性だったんですね。で、それを見まして私の方でご提案したのが、先ほど言いました弔辞っていう芸能人の組織で、はい、弔辞っていうのがあります。はい、それはですね、個人様に向けて、うん、まあ、親しかった人が、お言葉をおっしゃるというものが弔辞っていうものなんですね、はい、お別れの言葉なんですけども、そうではなくて、その個人様と私しか知らないことっていうのが20名様、ご家族様だと必ずあるはずなんですよね。でそのエピソードだとか思いだとか会話の雰囲気、うん、そういった空気感だとかっていうことを皆さんに2分ずつお話しいただけないでしょうかということで お願いしました、はいはい、でお証拠していただいて、その後にマイクに向かってご親族に向かって、実は私とおばあさんはっていうお話を2分間まとめていただいてしていただくと、うんうん、で本当やしゃごの方は本当ありがとうみたいな話から、うん、ご兄弟の方までエピソードトークが全部続いて、そうですね、まあ、そうすると20名様ですんで、うん、大体40分で、うん、で、最後祭壇の上のお花をお棺に納めいただいて、うん、ご出棺されたというお葬式がありまして、うん、それは非常に印象的でした。何もこう変わったことはないんですけれども、でもそもそもその家族がそこに参集したっていうことは、うん、おそらくその個人様を偲んだお話を、うん、自然にしていると思うんですけれども、それを、形にして、うん、一人の人が喋ってるのを皆さんで聞くっていう形を作ったので、うん、やはり大変分かりやすく、そのお葬式っていうものの意義とか、お葬式ってどういうものかっていうのが非常に伝わったお式になったんじゃないかなと思ってですね、なるほど、非常に良かったんではないかなと思いました、はい、なるほど。まあ、その僕もはい、お葬式をこう仕切った企画、仕切った経験はないので、はい、ちょっと流れがあんまりわからないんですけど、そうですよね、やっぱり初め電話かなんかで、すみません、こうなったんですけど、そうですね、お葬式したいんですけどっていう流れですよね、はい、で、まあ、一般的に大体ですね、うん、まあ、病院に入院されてて、はいはい、まあ、もしもの時がやってくるんですけれども、うん、そうした時にお電話一本いただければ、うん、病院の方にですね、うん、弊社の方がお迎えにお伺いして、はいはい、で、ご自宅か、まあ、弊社の会館かお預かりするかというような形の、まあ、ことをご質問するっていう形になりますね。全部段取りやってくれるってことですか？そうですね、24時間365日いつでも電話は受けますので、はい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 、すぐに対応させていただきます。なるほど、はい、でそれでもうあとはもう流れに任せばいい。そうですね、でお会いしてお話しすることも可能ですし、うんうん、お電話でもなるほど簡単に説明することも可能です。なるほど、はい、でそういったこと時に困るというかバタバタするというようなことがあるようでしたら、うん、事前にご相談もいただいてますから、うん、なるほどですね、はい、同じようにご連絡いただいてもホームページからメール打っていただいても、はい、全て対応いたします。そうですね、はい、でお金の方ですけど、はい、どれぐらいかかるものなんでしょうか？そうですね、弊社の場合、まあ、先ほどからお話ししているようにですね、はい、弊社の会館は百合ヶ丘家族葬ホールといいます、はい、で家族葬という、まあ、言葉の定義は非常に難しいところだとは思うんですけど、先ほど言いましたように、うん、30名様ぐらいの、お通夜と告別式を行った ご遺族ご親族近親の方々のみのゆっくりとした、うん、お葬式と申し上げましたけれども、そちらの方を、まあ、一般的に行った場合ですね、基本的には50万円前後の、ご費用で、
お手伝いしてます。で、それ以外には、宗教者の方々へのお礼ですとか、ご飲食ですね、そういったものをご準備されるようであればまた別途という形になります。はい、でそちらの方は割合リーズナブルに設定している、まあ、最低価格ということで準備をしております。なるほど、はい、はい、分かりました。でまたそうですね、費用面はホームページと見ていただければ、ね、分かると思うんですけど、はい、分かりました。はい、エンディングでございます。はい、はい、今日どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあちょっと暗くなりがちなこともありますけど、はい、まあそう思わずにって感じで、はい、はい、そうですね、はい、ですね、まあお葬式っていうとですね、非常にこう意味嫌うというか縁起でもないとかっていう方もいらっしゃいます。でも先ほど言いましたように、先に準備しておいて情報収集をして先に見ておいて、そういったことをしっかりやっていくことで、普段の暮らしに安心を、持っていただけると思います。ですので、金銭的負担も多い内容ですので、事前の準備をしていただくために一度いつでもお気軽に、お見えいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また何かありましたらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。